マリカレールという雑誌はご存知でした？はい、もちろんお名前は知っていましたし、何度か目を通したこともございます。はい、はい、それで今回マリクレールモードというちょっと名前が、モードという名前がついて変わってるんですけれども、はい、そのファッション誌ですよね、マリクレールっていうのは。その編集長の役っていうのはあまりこういろんな側面を持ってらっしゃる方だけれども、はい、その編集長の役っていうのは初めて？もちろん初めてでございます。学生時代、いろんなことをやっていて、ものを書いたりもしていたんですけど、でそういった勉強のためもあって、何度かその雑誌の編集者にアルバイトで入ったり、まあ、数ヶ月間だけなんですけども、正社員としてスタジオボイスという雑誌を選ばせていただいたりとかっていうこともあったりして、なんとなく触ってはいるジャンルというか。そうするとなんか編集者の気分とか雰囲気とか、はい、そういうのはもう分かってらっしゃる。そうですね、編集者の方とかに言われたのは、本当に好きなものを追求するっていうことが大事であって、だから例えば僕はそのスタジオボイスというちょっとおしゃれな雑誌に行ったけれども、僕自身は全然おしゃれではなくて、服とかも、まあ、当時は本当によくわからないものが着てましたので、ちょっとどうしたらいいのかみたいなことを相談したときに、当時のやっぱ先輩が、いやみんな別にそんなに身構えていなくて、好きなものを追求しているだけだから、まあ別に何でもいい、自分は映画が好きだけどおしゃれに疎いから、こう毎日この黒い T シャツと青いジーパンしか履いてないけれども、それがスタイルになってるし、まあなんか好きなものを追求する気持ちがあることが大事だっていうことを言われましたね。だから僕もやっぱり今俳優をやったりとか、ミュージシャンをやったりもしてますけども、基本的にその好きなものを追求するっていう意味では同じかもしれないなと思いますね。そのメガネはドラマで使用されてるメガネですか？そうですね。でもよくお似合いですよ。ありがとうございます。あのドラマの今日はコーディネートしていただいてますので、ドラマの衣装というのも8割9割くらい自前のもので、そうなの？で最初ちょっと驚いたんですよ。自前のもので大丈夫なんですかっていうのを聞いたんですけれども、まず松永さんの持ってるお洋服持ってきてくださいっていうことを言われて、でそれを持って行って、であのスタイリストさんにコーディネートしていただいて、やらせていただいてますね。あ、そうなんですか。はい、だからこのメガネも、あのステージなどでよく着用している。あ、そうなんですか。はい、やっぱりスーツを着るとこう自分の中でスイッチが入れるみたいなところがあって、あ、まあ、あと香水とかも普段は全然つけないんだけれども、ライブの日はつけるんですね。そうするとやっぱり気持ちが切り替わるっていうのがあったりして、だからどちらかというと僕自身はもともとはおしゃれに関しては無頓着だったんですけれども、やっぱりステージに立つようになったり、人前に出るようになったりして、そういったものが少しずつ自然になっていったというか、ステージに立つと香水も身につけるっていうのは、それは素晴らしいですよね。やっぱり人間って、まあ、いろんな感覚、五感って呼ばれて、でもその香りっていうのはやっぱり多分一番最後に来るんじゃないのかなと僕は思うんですよね。だからその香りに対して関心が高いっていうのは、その人の文化度、尺度になりますよ、本当に。だから香水もそうですし、僕にとってはそのスーツっていうものも、やっぱり自分のオンオフを切り替えるものだったなって、このお話を聞いてると、なんかとても今の役を、そのリコカツでの自分の役っていうのを楽しまれてるんじゃないのかなと思ったりもするんですけど、演じてる中でなんか気をつけてる点とかっていうのは？気をつけてる点、まあ、普段僕はどちらかというとこうインディーズムービーであるとか、実験映画であるとか、比較的規模が小さくて、アグレッシブな作風のものによく出ていて、まあ、自分でも監督をやったりとかしていて、まあ、松永天馬殺人事件っていうもうすごいメタな、メタファーなタイトルなんですけども、まあ、そういったものもやったりとかしているので、どちらかというとそのいわゆる地上波の民放の夜ドラっていうもので、芝居をどの程度極端にというか、デフォルメしたい、すればいいのか、どの程度リアリティを持ってやればいいのかっていうさじ加減が最初結構難しくて、で自分自身のそのキャラというのはやっぱり台本を読む限りはなかなか多分このリコカツというドラマの中ではスパイスというか
なかなかとんがったキャラというか、かなりエキセントリックな、エキセントリックなキャラなんだろうなと思って、これをだからどれくらいのそのさじ加減でやればいいのかなと思っていたんですけれども、もう撮影に入った時に、やっぱり演出の方から、もっとやっちゃっていいよ、もっとやっちゃっていいよということを言われて、結果的には、なかなか振り切った、あ、そうですか、感じでいろいろ演じさせていただきましたね。どういう編集長像を作られてるのかっていうのは非常に興味ありますね。今のやっぱりファッションもそうですけれども、やっぱ編集をやっている方ってこう今の時代にバリバリ触れている方が多いと思うんですね、やっぱりその今の時代に触れていると、例えば男性的なとか女性的なとか、そういうことでもなくて、自分がやりたいようにやる、自分らしくあるとか、自分が話したい話し言葉にするとか、そういったものがもう自然と出てきちゃうようなところがあるのかなと思っていて、で僕自身もお洋服をやっぱり買うときに、あ、これいいなと思って見てみたらレディースの棚にあったりとかして、でも自分で着れるものは着ちゃうんですけど、最近結構そのファッション業界に物申すことが許されるなら物申したいのは、もうレディースとメンズという括りは外して、もう全部の中でトータル6サイズ7サイズ8サイズ展開にした方がいいんじゃないのかなって思うことは個人的にはありますね。女性の方がそのファッションに関しては自由度は高いと思うんですけれども、男性のファッションっていうものもう少し自由度が高くてもいいのかなとか、例えばまあスニーカーでなんかピンク色のスニーカーで、あ、可愛いなと思ったら、このサイズはちょっとないとか、まあそれはレディースだからだったりするんですけど、結構そういうことがあって、なんか個人的にはやっぱそういったものがもっとこう広く自由になっていくとより面白いんじゃないのかなっていうことを思ったりしますね。そうですね、結構かなりファッションに興味があるっていうことに伝わってきますよね。なんかファッションに興味があるというと本当に恐れ多いなという気持ちはあるんですけど、でもレディースをそうやって、まあ、選んだものがレディースだったら結構ありますね。